徳山バイパスの対応区間は坂水道岐阜県道270号、藤橋根尾線は岐阜県伊比郡伊比川町と同県本須市を結ぶ一般県道である。国道157号を経由してこの県道を通るルートは国道303号経営国道417号ルートと共に県庁所在地の岐阜市と旧徳山村を結ぶ重要なルートだった。 岐阜県伊比郡伊比川町徳山の国道417号、徳山バイパスとの接続点が起点。旧徳山村中心部の旧国道417号高点が、かつての起点だったが、伊比川に建設された徳山ダム淡水によって、国道417号と県道の一部がダム湖に水没するため、付け替え県道が建設され、付け替え国道として建設された。 徳山バイパスとの接続点に起点が変更された。起点からすぐに、本郷神楽橋を渡って、武道山桜水道に入り、トンネルを出ると、五平のうま橋でダム湖を渡る。橋を渡った後は、市で玄湖橋を経て、ダム建設前からの原道に接続する。しばらく山道を進み、馬坂峠の馬坂水道を潜ると、元寿市である。蜂や谷沿いに山を降り、 ネオニシ・西谷川に出て、2キロメートル弱岩に沿って進む。ネオニシ・谷川を渡ると、すぐ、終点の岐阜県元洲市ネオ門脇の国道157号公点である。以下は、旧データ起点付近に伊比川、終点付近にネオニシ・川が流れる。ありがとうございます。